さすがだね。いらっしゃい。またよろしく。お？満タンにしといたよ。悪いな。何か買ってくか。どうも。またどうぞ。いらっしゃい。どうも。ありがとうさん。あ、そろそろ行く。さあ出発だね。よし出るか。了解。レガリア見てるとオートを思い出すな。ああ、形がオートっぽいよね。すごいよね。兄さんいるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った？狭いんだよ。乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。先発隊はそろそろ帰るか。ああ、ついている頃だろうな。見て、あれね、有名なラバティオ火山のはず。はず？そういうの詳しいの？ジャレットから教わってたんだ。イグニス、運転ありがとう。いや。他の人は運転できないの？できるよ。俺もできる。運転ができる奴はいるが、確実に任せられんのは一人だけだ。なんで？やばいの？やばかねえよな。うん。でもこういう時はお兄さん絶対確実な方を取るんだよね。休憩しなくていいか。平気。真ん中疲れるでしょ。プロンプトと変わっていいぞ。ううん、大丈夫、快適だよ。
疲れたら言ってくれ。見てよあれ、飛行機士また来やがったか。一旦止めよう。ノクト大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度あの騎士の近くで作戦を練ろう。レスタにようこそ。うちへは料理を食べに、それともどこかに行く途中かな。ありがとう。また来てくれよ。行くか。ブラディオ、行くぞ。こんなとこにまでいんのか。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえが。
補給地点にするつもりだろう。叩いて損はない。前に来たやつと同じ？外観は同じだが。一度潰してんだ。前より警戒してんだろうよ。望むところだ。よっ！ほら！イリス、大丈夫かな？心配ではあるが。平気だろ。あいつは根性ある。ガンガン戦えるわけじゃないよね。いや、そりゃな。ま、早く終わらせて戻ろうぜ。上機嫌だな。ほっ。もっと、また、ほら、おりゃ、休み。はあ、さーて、行くぞ。オクト、うまいことやるじゃねえか。ほっ、てめで、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捕らえよ。魔導兵だ。今回はプロンプトとグラディオは敵のよ。了解。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。まったく、これだから傭兵上がりは。連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。大将もどういう感じか。おい、何者だ。無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。
ノクト、離れすぎだ。もっと近づけ。見失うぞ。おい、何者だ。無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。最初もどういうつもりなんだか。アラネア准将に私を監視でもさせてるのか。先々で私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。まあ同兵なんぞを推進しておいてよく。レスタルムでは気が流行ってついどこかの施設を手にかけてしまいました。あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリオが王子を見つけ出さねば。もう一度アラネア准将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし准将が来たら奥へ通して。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが、よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。
俺はカリブを移送する。よし、派手にやるか。よし、魔導装置を破壊するぞ。そっちの作戦あの帝国メールダッシュ逃げられてし、じゃあもう一個。もう終業、悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし。次また遊びましょう、可愛い王子様。はあ、何だったんだあいつ。イリス、あそこなら大丈夫。さっさと来い。
おかえり。やっつけたんだよね。まあな。心配はいらねえよ。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。この街、俺は割と好きだったぜ。わあ！いい朝だな。ああ。うっす。おはよう。出発しよう。うん。それじゃあ出発。すっきりしねえな。相手の力を知れただけでもよしとしておこう。ロキってやつはそんなじゃなかったのに。あの時はコル将軍が仲間にいたからな。今回向いたら違ったのかな。もう一度手合わせ願いてえな。マルマレームの中探し物が見つかるかもしれねえな。みんなオルティシエに行くんだよね。そのつもり。いいな。観光ってわけじゃねえ。あ、そうだよね。イリス、どうかした？うん、いいな、なんてごめんね。みんなといたらなんか楽しくって。はぁ、皆無に着いちゃうの寂しい。何言ってんだ。いつでも遊びに行くよね。うん。そろそろ休憩しねえか。どうして？運転手に疲れられても困るだろう。なるほどな。何かあったら大変だもんね。ああ、妹思いの兄だな。塩だ。海が近いようだな。うわ、きれい。いい場所だな。
最高だな。ああこのまま眠れそうだ。寝るのかよ。橋が見える。おお、立派なもんだ。この辺りは川の規模も大きいからな。橋から川も見えるかな。ねえ、あれ一緒に見ない？なんだご飯係、いつもイグニスなの？ああ。兄さん手伝わないの？お、ノクトは？ああ、たまに。たまにな、俺は手伝ってるよ。皿を出すとか。大変だね。着いたか？うん、ここイグニス、お疲れ様。あ、タルコット元気だといいな。着いたかな。いらっしゃいませ。どうもです。立派な灯台だな。お、登ってみます？風は強そうだが眺めは良さそうだ。よ、来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。一緒に旅ができて楽しかった。船は？じいじが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくじいじが泊まり込んで直すってさ。で、船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん構わない。あ、そうは言ってもね、オートのダスティンとモニカ、あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石。この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、分かった。
ジェイジは船着き場にいるよ。で、悪いね。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。シドニーさんから聞きましたか？船のおじいちゃんの手帳。タルコットが言ってた。モニカたちが調べて。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか。え？うん。じゃあ中にいるから。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろ。あ、何それ。ちと出かけてこようと思ってる。分かったよ。どうせもう決めてたんだろ。話が早くて助かるぜ。じゃまたな。滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ。帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。あれ、ねえ、封鎖されてた？止められはしなかったな。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。案内してくれんなら別にいいけど。
気を許していい相手ではない。しかしこんな状況ならコル将軍に手助けを頼みたいところだが。そういえば見ないね。忙しいのかな。メルダシオに王の墓所捜索を頼む代わりに難しい退治依頼を引き受けているそうだ。相変わらず働き者だな。あそこで記念写真撮ろうよ。いらねえだろ。戦闘は慎重にな。ああ、グラディオいねえしな。ノクト上見て、ニクル軍だよ。サンキュしたからな。行くぞ。行こう。
こんな天気でなんで外歩くわけ？みっけ。形勢不利か。やるしかねえ。さてどうする。いや、この先に用事？現れた。帝国軍がいるから一緒に行こう。何？大丈夫、話し通してあげるから。はい、出発。俺からあんまり離れない方がいいよ。帝国兵と無駄に戦いたくないでしょ。今3人しかいないみたいだしさ。あれ静かだね。話すことは特にない。そうだ、この先は古代遺跡だけど、君たちの目的はミスリル？話す前に分かっちゃってるし。いやさ、ミスリルは貴重な鉱石でしょ。だから封鎖もしてたし、帝国軍はいるわけで、それを分けてくれんのかよ。へん、分けないよ。そういうとこケチだし。自分で採掘するならいいんじゃないかと思ってさ。ちょっとそこで待ってて。何するつもりなんだろう。わかんねえ。いいってさ、どうぞ。ここ軍の管理なんで。君たちが入隊希望者で訓練を受けに来た子たちだって。ルシスの王子一行でしょ。はい。おい。まあ私は気ままな傭兵みたいなもんでね。それにあんたたちの正体も知らない。もう準備できてんの？え？ここで何かやるんだろ。監視ついでに手伝ってやるから。中は手強いのばっかりだよ。じゃ仲良くやって。アラネア巡章よろしくね。この遺跡日があるうちは入れないよ。中を探るなら夜を待つしかないね。じゃあ行ってくる。お嬢、行ってらっしゃい。気をつけて。ライトをつけるぞ。了解。あ、ここ何の場所だったのかな。イグニス知ってる？いや。住んでた人はどうなっちゃったんだろう。見てあれ。なんか光ってんの。入り口。
地下。絶対入り口でしょ。そうね。開いてるな。これで中入れるね。さあ行くよ。行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだったな。ああ。どこまで続くのこの階段。ふぅ、やっと終わり見えてきた。住んでた人、あれ、なんで明かりついてんの？まだ誰かいるのかな。まさか。歓迎は期待できないね。用心しておいた。待ち伏せされてるってこと？かもな。ほっ。ちょっと帰りたくなってきた。かまれ。はい。ほら。いや。行くぞ。おや。いい感じだ。当然。行くぞ。みんなぶつかる。あらげろ。だいぶ風化が進んでるな。なんか今にも崩れてきそう。足元を気をつけな。うりゃ。いや。ほっ。よ。さてどうする。いや。よ。へ。ほ。こっちは調べたか。ここなんか気になる。どうした？こっちって言ったっけ？見落としたか。あのさ、崩れないって保証はないぞ。死骸とは腐れ縁だわ。どういうことだ？軍とこいつらはまあ深い関わりでね。帝国軍はここで何を？標本集め。最近はそんなんばっかよ。何の標本？死骸。死骸と関わりってさ、どんな？さて何でしょう。答え当ててく形式？ほら。さてどうする？こっちだよ。はっはっはっ。無事に済んだな。こいつらはね、兵器になるんだ。え？あんたたちも見たことあるはずだよ。最近の帝国ってのはどっかおかしくてね。ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。ねえ、軍やめたらどうするの？私はもともと傭兵だからね。
部下連れて死骸相手の仕事かな。へえ、すごいね。帝国がおかしいというのはどういう意味なんだ。皇帝も新しい将軍も意識不明だ。最初もあんたでしょ、付き合ってらんねえわ。ほっ、よっ、いや、よっ、行くぞ。いや、くらいだ。よっ、ほっ、よ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 っ、はっ、で、へっ、ほっ、いや、ほっ、け、へっ。ウリハッ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 ハ。崩れないよね。そう簡単に。お、あ、やば。よ、で、行くぞ。行くぞ。おしまい。そら。や。なんかさ、あ、すっごい宝物ありそうだよね。そんな気するよな。素材を探しに来たんだぞ。行くぞ。クライナー、ウリ、ウリ、
よ。アラネア、頼む。また階段だよ。嫌な予感するな。階段続く、どこまで続く、ずっと続く。大丈夫か。渡れそうだな。当然行くんでしょ。行くか。だ。渡ってほしくないそうだよ。僕も同感なんですけど。ひゃっ。ほ。分かれ道だね。どうすんの。だからどっちだろう。それが分かればいいんだが。行ってみるしかないか。迷わないように注意しよう。ほっ、はい、さてどうする。その調子だノクト。あっ、やっ、はっ、ほっよっ、ほっ、よっ、おい、ぜすべったー。どうだ、ふっ、やっ、やっ、ほれ、あー、さまれ、へっ、えいっ、よっ、ほっ、まあ余裕だ。先を急ごう。さて、どうする。正面突破。後ろは任せろ。形勢不利か。へっ、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 うりゃ、
危険だね。帝国も例外じゃないわ。それ世界的な話？また話が壮大な。好都合じゃないか。
走。何かあったはず。ここで終わりのようだな。ねえアラネア。あ？死骸と関係ある兵器って何？魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味なく。ああ、外だ。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場騙されていた。あなたも。おう、ほら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。ああ、あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んで。ノクト。なんて？レスタルムの精錬技師を工場に。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。しっかり準備してくれよ。このみ、ズーミもしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。ほら、レスタルムに行くんだって。じゃあそこまででいいね。ああ、よし。
できてる。頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ赤い機体。